大将さん、ああ最近消えてばっかりっすけど、今回どうしたんすか？どうもこうもねえよ、たけしさんよ。さすがに今回ばかりは俺も黙っちゃいられねえよ。たけしさんってあの江頭さんが大好きで尊敬するあのビートたけしさんですか？そうだよ。何かあったんすか？ああ？たけし城に決まってんだろ。たけし城、たけしさんの伝説の番組、なんかアマゾンプライムビデオで復活するらしいですね。そうだよ。あれってどんな番組か、お前言ってみろ。たけし城を攻め落とそうとする一般参加のチャレンジャーをたけし軍が迎え撃つっていうやつですよね。そうなんだよ。っていうことは、いろんな芸人がたけし軍の一員としてキャスティングされてるっていうことだよ。そうっすね。それなのに俺の事務所にはオファーが一切ない。ふざけんじゃねえよ、俺だろ。あっしゃちょっと大丈夫ですか、これ江頭さんですよ。関係ねえだろ。お前ら竹内さんのとこに行って直接文句言ってこい。いや僕らそんな直接文句言える。ガタ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 言うじゃんよ。たけし城は一般参加型だろ。お前らも参加して最終ステージまで行ったらたけしさんに会えるんだよ。確かにそうですね。でも江頭さん参加しないんですか？お前考えろよ。芸人としてオファー来てないのに一般人として出るってダサすぎるだろ。まあ確かにダサいっすね。それに俺は本当はたけしさんのことがめっちゃくちゃ好きなんだよ。だから実際会ったら緊張して文句言えねえかもしれない。緊張しちゃうんすか？うるせえよ。これ入ってなかった。怖い。じゃあ江頭さん、うん、じゃあ俺らでたけしさんの首取っていきますよ。ちょっと待って、お前ら3人だけだとポンコツだから、 D、 はい、 D も頼む。わかりました。よし、ビートたけし待ってろよ。ブリーフだ、殴り込みじゃ。江頭さん、うん、たけし城行ってきました。おお、お前ら遅かったな。どうだ、たけしさんに直接文句言えたか？それがですね、うん、あの今回特別にあの僕ら行ってきた VTR を入手できましたので、それをちょっと見ていただきたいなと思います。 VTR？ うん、はい、分かった。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。なんでたけし城に挑戦しようと？江頭さんのこう名を受けてじゃないですけど、はい、僕もあのやっぱりたけしさん大好きで、たけし城めちゃくちゃ見てたんで、はい、はい、もうこれはやるしかない。あ、見てられました？見てました。リアルタイムで？はい、リアルタイムで。あ、ここが世代ですね、はい、あ、そうですか、はい、マスクとか大丈夫ですかね？あの水の中落ちちゃうかもしれないんですけど、もしかすると窒息する。すぐ見てください。完全制覇してやろうと思って。おい、 S 大丈夫かお前。最後まで頑張るぞ。ブーブーブー。急
注目度高かったでしょ、これ。そうでもなかった。そうなの。まずは国境の壁だ。それではみんな頑張ってくれ。うわ、懐かしい、谷隊長やってんだ。最初の砦は国境の壁。制限時間内に高い壁を越えられればクリア。うわ、これはいけるでしょ。 99% の人がクリアできる、いわばウォーミングアップ的な簡単なステージ。口の腕なんだね、竹下市長。すごいっすよね。当然僕は楽々クリア。おお。ちょっと見えづらいですが、フリーフラン M さんもクリア。お前も必死だな。めちゃくちゃ水かけてくるんですよ。ああ、本当。ボールみたいなの投げてきて。わ、かぶり。すごいな。この人すごいな。チーター。しかし。うわ、まだ。おい、ちょっと待って。残り時間はあとわずかに。あの、これ D もやばいじゃん。もう人いないじゃん。やばい。あ、やばい。やばい。あげる。マジか。最後、ね、水かけられた。めちゃくちゃ避けられました。よく頑張ったけどね。ね、どう？よく頑張ったしね。はい、ね、頑張りました。どこが難しかった？滑っちゃって、ね、滑っちゃって滑っちゃって滑っちゃってはい、もう一本から滑っちゃって、ちょっと体も重かったかもしれないけど、はい、そうですね。またぜひ来てくださいね。はい、ありがとうございます。はい、優しいね。最悪のスタートを切りました。おーお前何やってんだよ。チータも成功してんだよ、はい、女の子も、はい、エガチャンネルの恥だよ。何回言って滑って、何回言って滑って、いやー驚きましたね。いや本当に驚きましたよ。いやこれ113人挑戦して脱落したの2人だけだったじゃないですか。そのうちの1人がどういうこと。いやちょっと情けないですね。あんだけオープニングで真ん中でなんかリーダーリーダーと一番ね今回なんだ気合入ってたね。いやそうなんです。いや一個ちょっと言い訳になっちゃうんですけど、いいですか。いやあれおかしいなと思って、うん、靴の裏見たんですよ、うんうん、そしたらツルツルだったんですよ。それは靴のせい。ちょっと完全に言い訳じゃない。逆にね、そこにツルツルの靴を履いていく L がダメだっていう。そうなんですよ。竹市場一番ダメですよ。じゃあこれで脱落。いや、これです。実はこの後なんと、ええ、敗者復活戦がありまして。優しい。ちょっとじゃあ見てみます。ああ見ましょうか。敗者復活。お綱引きです。くじで引いた対戦相手に綱引きで勝利すれば敗者復活。くじの結果で相手の強さが変わるのですが、Lさんは復活できるのでしょうか。江頭さんに恥をかかせないように頑張ります。俺の名前言わないでくれよ。
でください。Cです。かわいい。よっしゃー、グラビアアイドル。ありがとうございます。これが見せ場所ですね。どう戦うか。それではやります。頑張れ。よーい、スタート。来ました。ありがとうございます。これでやっと本編にひとまず戻るって感じ。いやー、よかった。よかったです。必ずたけしさんに会います。ブーブーブー。素晴らしい。やりました、吉田さん。なんすかそれ、なんですか。しまったな。何がですか。勝ったんですよ。敗者復活です。はっきり言っていい。はい。ファーストステージで脱落したじゃん。はい。あの映像よりひどかった。いやどういうことですか。敗者復活勝ったんですよ。どう思う。女の子相手にガチすぎますね。いや、そんなガチになるでしょう。エガチャンネルの恥さらしですね。エガシラさんって言わないでください。最初で負けちゃったから、これ本当やばいと思って。本当ガチですよ、そりゃ。もし俺だったら、はい、グラビアでしょ、はい、だったら絶対全裸になって追いかけて。使えなかったらもうそれ伝説じゃん。お前じゃあ、はい、電話番号くらい聞いてきたの。いや、聞けるわけないでしょ、あの状況で。なんで聞いてこないのよ。ベースなんか言ってやれよ。なんか童貞みたいですね。うるさいよ。これで、うん、でも勝ち上がりましたんで復活して。はい。あ、なるほど。2回行きましたね。わかりました。じゃあ次第2の砦で終わるんで行きますか。はい、はい、お、ブロックブロックブロック。続いては回転するブロックに飛び移る新ゲームブロックブロック。難易度が急に上がりましたが、ブリーフ団はクリアできるのか。これ難しそうだね。これは難しそう。金かかってますよね。金かかってる。お、頑張ります。 M 行く？行きます。これどうなんだろう。思ったよりやっぱすごいんです。でかいんですよ、あの1個1個が。なるほど。おお、ふわふわしてんだ。いやいや、行け行け行け。こっちもけ、あ、おおおおおおいけいけ。おおおおおこれは難しいわ。いやこれもうちょっと慌てちゃったんですよね。あ、ほんと。あ、ここで、ね、お疲れ様でした。担当は真ん中だ、マネージャーです。マネージャーマネージャーマネージャーいや、ちょっとどうでした、やってみて。いや、もう思ったより早くて、はい、めちゃくちゃ緊張しちゃいました。あ、緊張しちゃった。途中まですごく良かったのに、ちょっと急いじゃったかなっていう。あ、そうなんですね。全然無我夢中で。江頭さんに、はい、最後一言。なんだよ。すいません、もうちょっと手も足も出ませんでした。マネージャーの返答だ。お疲れ様でした。ここ東京ホテイソンね、あれなんですけど、ちょっとコメント強いんですよ。そうだね。ちょっと上からなんだ。ガチャさん見ててください。痩せてんなお前。あ、言われていけんのか。
よし、いけいけいけ、うわ、難しい。お、さすが、お、難しい。落ち着いてる、落ち着いてる、落ち着いてる。おぉおぉ、すごいすごいすごい、いけここまでが、惜しかった。腕の力がないから。あー、そういうことね。あの前の M さんのやつを見てちょっと落ち着いてゆっくり行こうと思ったんですけど、そう、難しかったです。青には手かけましたよね。はい、いや惜しかったっすね。めちゃくちゃ惜しかった。かっこ、でもかっこよかったっすよ。そうですね、クリアしたかったっす。あの風雲竹市場って俺ちょっとハワイに仕事で行った時、はい、チャンネルつけたらやっぱ風雲竹市場やってますもんね。世界中でもうやっぱやってるっていう噂聞きますね。海外にファーストステージ移るかもしれない。アマゾンで。三人目。頑張れ。お。落ち着いてくれ。行ってくれよ。おお。シミュレーション、シミュレーション、シミュレーション、おい、た、いった、軽い、よく見て、落ち着いて、落ち着いて、よく見て、落ち着いて、落ち着いて、余裕なかった。いいよいいよ、ゆっくりゆっくり、ゆっくりゆっくり、使って、おー、よし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 よですね。いけるかなと思ったんですけど、あの三角のところで、はい、ちょっとタイミングを測ってたんですけど、はい、もうちょっと僕自分で体力あると思っちゃってたんですよ。なるほどね。それでしたら消耗しちゃって。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よかったんじゃない。いや最後残ってますか、砦が。あ、なしたか。はい、じゃあ復活おめでとうございます。ありがとうございます。あの最初の壁登れない人がこれクリアできるとは思えないですけど。奇跡を起こしてください。そうですね、はい、ね、や挽回奇跡を起こしましょう。もうここで消していいんじゃない。なぜ最後にこうね残ってるかっていう。あ、そうなの。奇跡起きたかもしれないです。一応わっ、いくぞー。走れるに、走るにかけよう。やべー、最初の壁忘れて。最初の壁忘れて。お、あのちょっと余裕ないんだけど。うわうわ、いけ。いけ。早いよ。早いよ。いやいや、もうちょっと上まで行こうよ、三角で。どうでした、やってみて。ああ、もうちょっとでしたね。もうちょっとではないですよ。最初の方でしたよ。全然もうちょっとではなかったですよ。ちょっと江頭さんの軍団はちょっと全員ちょっとダメでしたけど、ね、そうですね。あ、でもまあ敗者復活戦ありますから、はい、そこでね頑張って江頭さんにこうなんかね、はい、いけましたよっていうのをね、できるように。そうですね、頑張ってくださいね。頑張ります。頑張ってください。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、けどあれ難しかったですよね。ちょっとあれちょっとレベル高すぎですね。勝ちすぎます、本当あれ。サスケの人がクリアするよ。じゃあ次、次の敗者復活戦、はい、
見てください。たまたまじゃない、はい、このゲームは上からピンボール状に転がってくる球をたらいでキャッチできれば敗者復活。周りの仲間がいかにうまく指示を出せるかも重要。そっか、チームワークも結構試される。見えないんで、僕らがだから、エルさんがやってる間は僕らが右とか左とかちょっと指示して落ちてくる位置を。ああ、そういうことね、分かった。敗者復活頑張ります。頑張れ、頼むよ、みんな応援。岩下さん、入れてください。絶対名前出しましょう。遅い。全然間に合ってなかったっすよ。早いボールが。ありがとうございます。ありがとうございます。これはちょっと、はい、でしかもバウンドしそうじゃん。そうなんですよ。だからちょっと浅すぎるよね。ボールも浅いですね。うん、早く行って、うんうんうん、できるだけ準備をしておきたいですよね。そうなるほど。なるべく早く行くのがちょっとなんですけど、コツなんだ。めちゃくちゃ遅かった。そんなことないでしょ。あの、ゆっくりおじさんじゃん。ゆっくりもう急いで、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 急なんですよ、この階段が。ちょっと、エルさんの見て、不甲斐なかったんで、ちょっとせめて、先に降りてこれるより頑張ります。吉田さん、見ててください、行きます。もう、俺の名前叫ばないで。イエーイ。早いよ、早いよ、急いで。お、早い早い、全然エルと違う。お、いけ、うわー、早い。あの速度でもこんな感じか。うわー、余裕ないわ。結構勢いが良かったね、やっぱ勢い弱い方がいい、弱い方がいい。惜しかった。今当たったんですけどね。ねえ、やっぱりこんな感じなのかな、やるとき。右から、結構真ん中に行ったよね。あ、そうなんですよ、だからあの右行って、あそこ行ったじゃん。あそこ行ったんですけど、降りてきて、真ん中に。惜しい。ごめん。ちょっとこっから、打つ球を弱く打った方がいいんじゃないかっていうのを我々気づいて、なるほど、こっから S が弱く打つ作戦で言ってるんで。なるほど、はい、S 頑張れ、頑張れ、 S 頑張れ。行きます。ちょっとブリーフ弾2連続失敗しちゃったんで、僕で成功します。はい、東田さん、見ててください。もう東田さんはやめて。いけー、頑張れ。あ、行ってる。あ、行ってる。あ、ここでね、ゆっくりなってるもん。おっ、早っ。いやいや、若っ。おっ、かっこいいんだけど、わかるかな。わかんないでしょ。そうか、だいぶ前についてたんですけど、そう、準備は万端だったんですけど。どうかた、あったな。他のブリーフ団が右右って左左っていうのがちょっとあれなったんだろうかな。ちょっと最後ちょっと変わっちゃったんですよ。それがね、指示出す方も結構難しいんですよね。難しいか、ちょっと変わったりするからね。そうなんですよ。気づいたんですけど、やっぱ僕らマスクでだいぶ視野が正直言っていい、はい、それあると思う。それはあると思う。全員の思いを、はい、思いを。いいよ、火を押していきますね。よし、お願いします。お願いしますよ。頼む、指示、はい、お願いしますよ。行きます。マクドルの4連覇で不甲斐ない。そうですね、僕ぐらいは行きたいと思います。頑張れ。やったな。ここまで結構成功してる人も結構いる。まあ少ないですけど、今ね、いかないんだ。東田さん、復活します。違うわ、やめろって。東田さん抜いた。
じゃない？どうだ？どうだ？お、ついたついた！まだまだ！一番余裕あるね！ですけどね、いやこれでブリーフ団全滅ですね。江頭さん全滅しました。まあ全力を尽くしたんで、悔いはないというところで、ありがとうございました。めちゃくちゃボールが変わっちゃって、あ変わるね、無理だったね。ありがとうございました。ちょっと待って、感動的な音楽が流れて、おい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 、ちょっと違うでしょこれ、何何これどういうこと。いや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 、何綺麗に終わろうとしてんだ。楽しかったですね。そうですね、楽しかった。やっぱ他の出場者の方たちとかと結構待ち時間が多くて、喋ったりして何してるんですかとか、でみんななんか攻略を教え合ったりとか、おうおうおう、仲間意識がこう芽生えたりして、はい、他のメンバーを応援したり本当サンバ隊みたいな、ああいうのも応援してたもんね。いい経験でしたね。だけどちょっと待って、結局たけしさんには直接文句言えなかったの？もうその気配すらなかったです。おい唯一会えたのが東京ホテイソン。なんだよ。まだ隊長ですね。隊長、隊長すごかったですね、セット。セットがもう、この令和にはもう見れない。確かに。バブリーだね。すごいっすよ。ということで、我々ブリーフ団も挑戦したブルーンたけし城が Amazon プライムビデオで独占配信中です。かなりスケールアップしているので、皆さんぜひご覧ください。ということで、今回はブリーフ団全員失敗したけど、たけし、まだまだ俺たち挑戦するからね、待ってろよー。いけるかな。